金の斧、銀の斧。木こりが泉のほとりで木を切っていたとき、手を滑らせて斧を泉に落としてしまいました。どうしよう、一つしかない仕事道具なのに。木こりはしくしく泣き始めました。すると泉の中から女神が現れました。あなたが落としたのはこの金の斧ですか？木こりは首を横に振りました。いいえ、私の斧はそんなに立派ではありません。女神は泉に消えると銀の斧を持って現れました。あなたが落としたのはこの銀の斧ですか？いいえ、私の斧はそんなに綺麗ではありません。女神は今度は鉄の斧を持って現れました。ああ女神様、それこそ私の斧です。木こりの言葉に女神は深くうなずきました。あなたは正直ですね。斧は全部差し上げましょう。木こりは金、銀、鉄の3本の斧をもらいました。この話を聞いた仲間の木こりは羨ましくなりました。俺も金と銀の斧が欲しいな。早速泉へ行ってわざと斧を投げ入れました。すると女神が金の斧を持って現れました。あなたが落としたのはこの金の斧ですか？はい、それは私の斧です。銀の斧も落としました。女神はきっと目をつり上げました。あなたにあげるものは何もありません。欲張って嘘をついたばかりに木こりは自分の斧も失ってしまいました。Thank you.